こんにちは。今ご紹介いただきました京都大学の水野です。松本には今年3月でした3月の寄せていただきまして、その時は朝鮮北部に残る日本人の遺骨問題ですね、について話をさせていただきました。でその問題は最近私が取り組んでいることの、一つなんですけれども、今日は、もう少し私の専門に近いというか専門の話をさせていただこうというふうに思っております。で、今年が、戦後70年ということで、いろんな行事が行われたり、あるいはテレビや新聞、その他のメディアでも戦後70年、戦争というものがそもそもどういうものであったのか、そしてその後70年間我々はどのように生きてきたのかということについて、さまざまな報道などがなされています。それからその70年という年に合わせてですね、安倍首相の談話が発表されるその予定である、いつ頃なのか分かりませんが、多分8月の10日前後じゃないかと思いますけれども、その頃に発表されるということがあります。そういう機会にですね、やはり私たちは歴史を振り返っておく必要がある。過去の歴史ですね、を踏まえて私たち自身の未来を切り開いていく。その際にはやはり私たち、日本、ここにおられる方日本人ばかりというわけではないんでしょうけれども、日本としての、反省ですね、の上にしっかり立つ必要があるというふうに思って、います。で、ところがですね、今年、これは全然予定されていなかったことだとは思うんですけれども、皆さんご承知の世界遺産の登録問題というのが起こりました。そもそもその日本の明治の時期の産業遺産というのが世界遺産に登録されるかどうかというのも去年ぐらいまで分かっていなかったわけですよね。去年、世界遺産の委員会ですか、の報告書が出て、推薦をされたわけですけども、そういうふうになった段階で、日本と韓国との間で、産業革命遺産をめぐって、見解の違い、あるいは対立というものが現れたということは皆さんご承知の通りだろうというふうに思います。でちょっとこの問題についてもですね、後から詳しく考えたいと思うんですけれども、その産業革命遺産、例えば九州の炭鉱ですね、あるいは八幡製鉄所、そのようなところでですね、多くの朝鮮人労働者、それから中国人の労働者もいました。あるいは一部ですけれども連合国の捕虜ですね、アメリカ軍あるいはイギリス軍などの捕虜もそこで働かされているという事実があるわけですね。これは第二次世界大戦中のことであります。で、日本側はそのことは全く切り離して明治の時期だけの、産業革命、日本が産業革命を起こしたその時期だけを取り上げて、それだけを登録したいんだというふうなことであるわけですが、全く何て言いますかね、歴史を無視したような議論であるというふうに考えざるを得ません。それから徴用工、新聞でもですね、例えば九州の炭鉱で働かされた、あるいは造船所などで働かされた人たちのことをですね、
徴用工というふうに表現しています。今日お配りしています資料の、2枚目3ページですね、に7月10日、まあ、これらの世界遺産登録が決まってからの記事でありますけれども、ここにも徴用工という言葉が出てきます。でその徴用工とされた朝鮮人労働者に関してどのように、まあ、なんていうか説明をするのか、そういうことをめぐって、意見が対立したんだというふうになっているんですが、ちょっと私はこれかなり表面的な議論に過ぎないというふうに思っています。まあ、植民支配の本質を、まあ置き忘れてですね、議論をされている面があるのではないかというふうに思って、いるところであります。まあ、ちょっとそれについては、後ほどお話を したいと思います。それから、先ほど触れましたが、今年戦後70年を迎えて、安倍首相が談話を出す。まあ、どういう内容になるのか、いろいろ推測されていますけれども、私たちが、きちんと認識しておきたいことはですね、これまで日本政府、まあ、総理大臣の名前で、発表されたものですけれども、一応日本政府の、歴史認識が示されたものが、まあ、重要なものを挙げてここに書いておきました。これをしっかり私たちも、もう一度読んでおきたいというふうに思います。1995年の村山談話、それから2010年の菅談話の2つであります。村山談話、少し読みますと、我が国は遠くない過去の一時期国策を誤り戦争への道を歩んで、国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって多くの国々と、とりわけアジアの、諸国の人々に対して多大な損害と苦痛を与えました。それまでですね、その植民支配と侵略という歴史に関してですね、まあ、それは誤りだったということを、述べた首相談話などはもちろんなかったわけではないんですけども、ここで明確にですね、村山談話は戦前の日本の国策が誤りであったということですね。その国策というのは、その植民地支配あるいは侵略戦争ですね、まあ、ここでは侵略戦争とは言っておりませんが、植民地支配と侵略、そのような国策を取ってきたけれども、それが誤りであった。それによってアジアの国々の人々に多大の損害と苦痛を与えた。でそれに対して痛切な反省をするんだということを明確に述べた、まあ、重要な、談話であったというふうに思います。それから2010年の菅談話というのはですね、韓国併合ですねから100年目にあたっての談話であります。村山談話の場合はですね、韓国や今朝鮮に関してだけの談話ではなくて、もう少し広くアジア全体に対する談話であったわけですね。でそれに対して菅談話というのは韓国併合から100年目でしたから、その内容はですね、日韓関係あるいは日朝関係に関わるものに、まあ、絞られているという点で、村山談話と違いがあるわけですね。でしかも、談話で出てくる言葉なんですけれども、日本がまあその植民地支配を100年前に始めた、それから朝鮮人民は三一独立運動などのような抵抗を行った、それから韓国の人々はその意に反して行われた植民地支配
によって国と文化を奪われたということですね。植民地支配というものが、朝鮮の人々の意に反して行われたものであるという認識ですね。それを、はっきり示したのがこの簡単なであったわけですね。ですから村山談話が広い意味でアジアに対する植民支配と侵略の反省を述べたのに対して、簡単はもう少し突っ込んだ形で朝鮮に対する植民支配に関わる反省というものを述べる、そういうものであったわけです。で、今年安倍首相がどういう内容で談話を発表するのかは私も分かりませんけれども、これらを全く無視することは多分できないだろうというふうに思います。でしかし、なるべくこれを多分薄めたいというふうに思っているんでしょうね。全体として踏襲するんだとか、なんか変なことを言っていますけれども、この2つの談話をですね、全く否定することは多分できない。しかし、ここに述べられているような認識をですね、現在の日本の政府あるいは安倍首相が本当にきちんと持っているのか、談話という言葉の上だけではですね、多分反省という言葉も出てくるかもしれません。しかし本当にですね、どういう点に誤りがあったのか、そういう歴史認識に関して考えるとですね、本当にこの村山談話や関雲談話というものを踏まえたものになるとはちょっと思えないですね。でそれの表れがこの世界遺産の登録問題であろうというふうに私は思っております。それはちょっと後ほど申し上げます。で、世界遺産の登録の問題というのもですね、私から見るとその植民支配というものがそもそもどういうものであったのかということをですね、きちんと踏まえずに議論されている、その労働者を連れてきたのが強制だったのかどうかというふうなことだけですね、論じられているのではないかというふうに感じざるを得ません。もう少しその植民支配というのはそもそもどういうものであったのかということですね、それを私たちは認識しておく必要があるというふうに思います。それで、詳しくはお話しできませんけれども、その植民支配、特に朝鮮に対する植民支配がどのようなものであったのかということをですね、簡単にお話ししたいというふうに思います。支配政策で政治経済文化などというふうに書きましたが、ちょっとなんかあれですね、高校の歴史か社会の、書き方で硬い表現になっているかもしれませんけれども、やはりこれを考えておく必要がある。政治的な面 どういうことが、その植民支配の特徴であったのかということなんですが、一番大きな特徴はですね、朝鮮総督、これは日本の、役人が朝鮮に行ってそこを支配する、それの最高指導者が朝鮮総督であったわけです。でその朝鮮総督が強大な権限を持って行った支配という面があります。でこの朝鮮総督というのはですね、天皇に直属していたんです。戦前も日本には内閣がありましたね。内閣の大臣とかではないんです、朝鮮総督。内閣の構成員では全くありません。内閣そのものも、いわば戦前の政治体制では天皇のもとに置かれていた
わけなんですけども、その内閣あるいは総理大臣とはまた別にですね、朝鮮総督という役職がありまして、天皇に直属をして、天皇から委任されたその権限を朝鮮において行うというものでありました。でそうなるとどういうことが起こるかということなんですけれども、議会とも関係ないんですね、朝鮮総督という。戦前の日本には帝国議会がありました。現在の国会です。国会がありました。で国会は、まあ、現在もそうですけれども、法律を作るところ、あるいは予算案を承認するところであるわけですが、そういうことと朝鮮総督というのは一部分はもちろん関係あったんですけども、切り離された存在でありました。帝国議会で作られた法律は、戦前の明治憲法の下での体制っていうのはお分かりですかね。まあ、現在のような三権分立とは言えないんですけれども、まあ、形式的には三権分立でありました。それは全部、まあ、天皇のもとに置かれているという形で、そういう中での三権分立なんですけれども、まあ、法律を作るのは議会であったわけですね。それは現在と同じです。でところがその議会に朝鮮からの議員は選ばれていません。戦前の帝国議会、まあ、特に衆議院なんですけれども、選挙で選ぶね、衆議院には朝鮮から議員は送られていなかったんですね。全く議会とも切り離されておりました。でそうなると議会で作られた法律はですね、朝鮮には適用されないんです。そのままの形では適用されないということになっております。でそれでも、じゃあ例えば治安維持法という法律、悪法ですよね、治安維持法という法律は朝鮮にも適用されていたじゃないかというふうに言われる方があるかもしれませんけれども、確かに適用されていましたが、それは天皇の命令、勅令というもの、勅令というものを通じて治安維持法が朝鮮にも施行され、適用されるという仕組みでありました。ちょっとややこしいんですが、理解していただけますかね。議会が作った法律は日本の中ではそのままですね、議会で成立したら法律として施行されます。ところが植民地にはある手続きが なければ適用されないということです。でそのある手続きというのは結局天皇の命令です。天皇の名によって治安維持法というものが朝鮮にも適用されるということになったんですね。でその他の法律も同じなんですけども、自動的に朝鮮やあれば台湾もそうなんですけども、植民地に適用されることはなかったんですね。でそれから全体としてもう少し広く言うとですね、明治憲法はありますね。明治憲法。明治憲法が作られたのは何年でしょう。1889年であります。その時点では日本はまだ植民地を持っていませんでした。まあ、沖縄はどうだって言われるとちょっと若干いろいろ問題ありますけども、台湾や朝鮮半島という植民地はまだなかった時代に明治憲法が作られたわけですね。でその後日清戦争の時に日本は、台湾を領有します。領土として支配します。それから、日露戦争の後1910年に韓国併合を行う、新たに領土を追加したわけですね。でそうなるとそういう
新たな領土に憲法が適用されるのかどうかという問題が起こります。当然ですよね。でこれがまた憲法学者の間で意見が分かれていました今の安保法制と同じかもしれませんが、政府も明確な、ことを言わなかったんですね、適用されるともされないとも言わなかった。憲法学者で例えば見延辰吉という有名な東大の憲法学者がいますけれども、この人は明治憲法は植民地には実は適用されないという立場でした。でも他の学者はいや明治憲法には天皇の統治権というものが書いてある、ね、天皇が日本の統治権を相談するということが明治憲法に書いてあるわけで、植民地でもそれは同じだから明治憲法は、植民地にも適用されるんだというふうに、いう憲法学者もいました。でところがですね、これが結局はっきりしないまま終わったんです。明治憲法で定められていることは天皇の統治権以外にもいろいろありますよね。議会の問題、それから、現在の国民の、権利及び義務ですけれども、戦前は臣民です、帝国臣民です、臣民の、権利及び義務などについて、定められているわけですけれども、それを適用してしまうとどうなるかというと、植民地からも議員を送らなければならなくなりますよね。それから、まあ、明治憲法における臣民の権利というのは非常に制限されたものであったわけですけれども、それでも一定の権利は認めていたわけです、国民の権利というもの。でそれをその憲法を植民地に適用した場合にどうなるかというとですね、植民地の住民にも一定の権利を認めざるを得なくなる。で日本としては、日本の社会当局としてはそういうことが不都合だというふうに判断していたんでしょう。ですから明治の憲法は、植民地に適用されるなどということは明言しませんでした。結局非常に曖昧な形で、なんていうか支配体制を築いたのが、戦前のまあ日本政府、植民地に対する支配政策であったわけですね。ですから先ほど言いましたように、日本で作られた法律でも日本の都合に合わせてですね、この法律は適用する、でもこっちは適用しないというやり方をしたわけです。先ほど治安維持法のことを言いました。治安維持法だとという悪法は積極的に適用する、それによって朝鮮の独立運動などを弾圧するわけですね。でところが、そこに書きましたが、工場法という法律が戦前ありました。現在の、労働基準法にあたる部分が含まれる、そういう法律ですね。徐行愛氏、まあ、長野県も徐行愛氏の、なんていうかそのですね、場所なのでご存じかと思いますけれども、明治から大正の時期にかけて、製紙工場とか宝石工場で、若い女性労働者が深夜の長時間労働をさせられるということがあったわけですね。でもそういう労働者の労働条件を非常に悪い水準に留めておくことは日本の、まあ、社会経済にとっても、まあ、良くないということで、大正の時期に工場法という法律が作られました。で女子の深夜労働は禁止するというようなことです。
ですね、が定められるわけですが、その工場法は実は朝鮮には適用されていません。ですから日本の中で徐行愛氏という時代が、なくなっていく、まあ大体昭和の初めぐらいからですね、だんだんそういう徐行愛氏という言葉が少なくなっていくのと並行して、朝鮮では実は日本の、そういう紡績会社がどんどんできて、そこで、若い女性に長時間労働をさせるということをしたわけですね。日本の中でできなくなったことを植民地に持っていく、でそういう仕組み、そもそも法律上の仕組みが作られていたという、別に資本家というか工場主が、ね、何か悪いことをしてそんなことをやっていたというわけではだけではないわけです。それからですね、それはだから結局日本の日本本国と植民地との制度の違いというものが存在していたという問題なんですけども、もう一つ実はですね、同じところに住んでいても日本人と朝鮮人とでは違う扱いを受けていたという面がどういうことかというと、当時朝鮮半島には日本人がたくさん移り住んでいました。もう、韓国併合の頃には20万人、それから最終的に1945年の時点では、朝鮮半島全体で70万人の日本人が住んでいました。でそのような日本人はですね、いわばその植民地社会での、支配者の地位にあったわけですね。もちろんその中には貧しい日本人もいなかったわけではないんですけど、全般的に見ると、その植民地支配、その植民地の、社会秩序の中で、支配者の地位に立つということになります。でそれが、法制度の面でもそのような上下関係ですね、植民地支配の秩序というものが、作られていたという問題があります。ちょっと後ろの方になっちゃうかな、例えば日本人の公務員と、朝鮮人の公務員とで給料が違うんですね。同じ仕事をしていても給料がどのくらい違うかというとですね、大体6割くらい日本人の方がたくさんもらっている、6割から7割、これはなんとか手当というのをたくさんつけた結果なんです。本校だけ給料の本体だけではなくて手当も含めての問題なんですけども、例えば日本人の、公務員が50円、月給、当時の今いくらになるか分かりませんが、当時50円ぐらいだとすると、朝鮮人、同じ仕事をしている朝鮮人は30円程度というふうな違いが、給料の違いというものが公務員でも設けられています。公務員や、警察官、それから学校の先生もそう。それから適用される法律が違っているという面があります。例えばどういうことかというと、ある人がですね、雑誌を出そうとする、あるいは新聞を出そうとする、その時に、戦前は検閲制度がありましたね。日本の中でもありました検閲制度がありましたけれども、
検閲のやり方が日本人に対するものと朝鮮人に対するものとでは違っていました。朝鮮人の出版物は事前検閲で、しかも現行段階での検閲です。現行を提出させるという。日本人の出版物の検閲というのは、現行では検閲しなくてもいいわけですね。構成段階、あるいはもうすり上がってから印刷ができてからの、検閲というふうなやり方ですね。それから集会を開く際の、届け出のやり方なんかも日本人と朝鮮人では違っている。そういう仕組みが気づかれていたんですね。ですからそもそもその、政治的な面で、なんて言いますかね、制度の中で日本人の扱いと朝鮮人の扱いというものが全く違っていたんだということですね。それを、やはりきちんと押さえておかなければならないというふうに思います。先ほどの徴用工の問題にちょっと戻りますと、3ページのところにですね、この、世界遺産に登録されるあの炭鉱とか工場ですね、で、日本人も朝鮮人も働いていて、でしかも同じ徴用だったと言ってるわけですね。同じように徴用していた、徴用という形で働いていたんだから日本人と朝鮮人で区別はなかったんだ。この記事のですね、4段目ぐらいですかね、4段目の真ん中よりちょっと手前ぐらいにありますけども、国民徴用令による戦時徴用である日本政府が、位置づけている。で制度上は賃金や労働条件などで日本人労働者との差はほぼ なかったんだというのが日本政府の主張なんです。でもこれは嘘です。確かに同じ徴用のであったかもしれませんけれども、労働条件において違いがあります。それから賃金においても違いがある。それからその賃金を受け取ってからの貯金などについても全然違いの扱いをされているわけですね。またそれについては後ほど言いますけれども、そういう全体的なですね、制度の仕組みということを踏まえずに徴用工だ、あるいは国民徴用令によるものだということだけで、説明しようとするとですね、日本政府のように全く同じだったということになってしまうわけですね。でもそれは、明らかに、間違いであるというふうに言わざるを得ません。それからまた1ページに戻ります。経済の面でどうかというのは省略します。あまり時間がありませんので、省略させていただきます。社会と文化のことは少しお話ししておきたいというふうに思います。よくですね、日本の植民支配の時期に鉄道を作って、ね、便利にしたんだ、道路も作って、生活を豊かにしたんだというようなことが言われます。で確かにそういう鉄道が整備されたり道路が作られたりしたということはあります。でしかしそれはですね、まあ、確かに、朝鮮の人たちの生活を変えるという、そういうことにもなったわけですけれども、そもそも日本は何のためにそういうインフラストラクチャーを整備したのかということですね。
それからその結果としてどういうことが起こったのかということを、見ておく必要があるだろうというふうに私は考えています。で、鉄道を整備したのは、これは最初はですね、あくまで軍事的な目的です。これはもうはっきりしています。日露戦争の最中に日本は朝鮮半島で鉄道を作っていくわけですね。で、それも、土地を強制的に、収容するというふうなやり方で、行っていったわけですね。で、その後はその鉄道を通じて、朝鮮半島の物資を、運び出す、あるいは日本の商品を運び込んで、販売をする、そういうものとして鉄道は位置づけられていたんですね。決してそこの住民の生活を、向上させるというふうなことが目的であったわけではない。もちろん副次的にですね、それらを利用する人たちも現れてきたわけですけれども、そもそものその目的ですね、というものは今言いましたようなことであるというふうに言わなければなります。それから、その下の文化の問題なんですけども、朝鮮社会をですね、日本化するということを日本は行います。まあ、同化ということですね、同化政策であるわけですけれども、まあ、それの、手段として、存在したのが教育でありました。学校教育で、これは学校を日本は整備をして、そこで、教育を、近代的な教育を、図ったんだというふうに、まあ、これもよく言われることですね。なんですが、まあ、確かに学校の数は増えました。小学校ですね、数は、増えましたが、最後まで義務教育ではありませんでした。これよく間違って理解しておられる方が多いんですけども、義務教育には結局なりませんでした。就学率もまだまだやっぱり低いですね。全体、男女全体、男女合わせて考えると 50% いかないぐらいでありました。それからですね、学校を日本はたくさん作ったんだというふうに言われるんですが、これもですね、ちょっと、詳しく見ますとどういうことがあったかというとですね、例えば日本が、どこかの村に、土地を確保して、でそこで建物を建てて、で教員もそこに派遣をして、で学校を開いたというところももちろんあります。でしかし実はそういうものだけではなかったんですね。もともと朝鮮社会にあった教育機関、これをもとにして日本が学校に、そういうものを学校にするということをやっていく。書道というものがあります、朝鮮社会に。日本でいう寺子屋ですね。それから、まあ、儒教の、儒学の教育機関である教皇という、教土の教というに学校の校ですね、という字を書く教皇というふうなものが、朝鮮社会にはたくさんあったわけですね。で、日本はまあ、主に1920年代ぐらいからなんですけども、学校をたくさん作る必要がある。でもお金が、日本にもお金がない、財源がない。でそれでどうしたかというと、そういうふうに朝鮮社会にもともとあったそういう書道であるとか教皇をですね、組み替える、あるいはそこに日本人の教師を派遣して日本の教科書を使わせて、ね、それを学校というふうに名前をつけるというふうなことをするわけ。まあ、その結果として、学校の数は増えた。だから学校というのが整備されたのは決して日本の、なんていうんですかね、恩恵といいますか、そういうものだけでは実はないんですね。
朝鮮社会にもともとあったもの、そういうものがなければ日本もあれだけ学校を、まあ作っていくということはおそらくできなかっただろうというふうに思います。だからまあその学校を作るのもですね、住民から寄付を集めたりしている。まあこれもここは非常に微妙なんですけども、住民の側もですね、学校を作って子どもたちに教育を受けさせたいという熱意を持っている人たちがいましたから、自発的にですね、寄付をする、何も強制的な寄付だけではないんですね。自発的に寄付をするという人たちもいました。ですからそういうことをちゃんと見ておかなければならない。日本の支配の時代にこれだけ学校が増えた、でこれは日本がやった、ね、日本のおかげだというふうなことだけでは、説明できない、そういうふうには必ずしも解釈できない面があるということなんですね。まあ、ですからこの社会とか文化っていうのは、一面的には見られない、両面、からですね、見ておく必要があるというふうに私は考えております。それから2番目の話に移ります。支配の構造ということですが、先ほど申し上げたことと、重なる面があるんですけども、日本の植民支配の下で、まあ、どのような支配構造というものが築かれていたのかということですね。で、日本の朝鮮支配、あるいは台湾に対する支配もそうなんですけれども、同化政策を行った、あるいは公認化政策を行ったというふうによく言われます。で、確かにそれには違いありません。植民地の住民にですね、天皇制のイデオロギーを植え付けて、日本の政策に協力させる、植民支配を強化する、それからさらに戦争の時期にはその戦争に動員をする、そのために日本語を覚えさせる、精神的にも天皇制のイデオロギーですね、を植え付ける。そういう面で同化であり、公民化であるということには間違いはありません。で、しかし、もう一方で強固な差別構造があったということですね。で、それは先ほど言いましたように、同じ公務員や警察官、学校の教員でも待遇や給料に違いがある。それから教育でも違いがあるんですよ。日本人の教育と朝鮮人の教育っていうのは、朝鮮半島に作られていた学校にはですね、日本人も先ほど言いましたようにたくさん住んでいましたから、日本人の子供も通うわけです、ね、で朝鮮人の子供も通う、でも同じ学校には通わない。日本人学校と朝鮮人学校は別々でした。基本的に時期によって若干違いがあるんですけども、基本的には、別学ということですね。で、朝鮮人学校の場合にはですね、上級の学校への進学がやっぱり非常に難しいんですね。小学校が最初は4年生だったんですね。日本人学校は5年生でしたから、朝鮮人の学校に通ってもですね、通ってそこを卒業してもすぐには上級学校に接続しない、だからその資格を認められないというふうなことがありまして、教育の面でも大きな差別がありました。それからそこに渡航と書きましたが、渡航って何のことかっていうとですね、日本と朝鮮との行き来、関空連絡船
というのは聞かれました。ご存知ですか。関は下関、風は、釜山ですね。下関と釜山の間を結ぶ定期航路です。これが日本と朝鮮半島との、往来の際には一番よく使われるものでした。他の、船も航路もありましたけれども、ほとんどはこの関武連絡船を利用する。行く時も帰る時もで、今の関武フェリーってありますよね。私乗ったことがあるんですよ。関武フェリーがある世界側は、船だと博多と釜山を結ぶなんだっけビートっていう、はい、あります船が。で現在関武フェリーを乗るときにはパスポートがいりますね。乗られた方ありますか。韓国は一応外国ですからパスポートがないと関武フェリーには乗れません。戦前の関武連絡船はどうでしょう。パスポートは必要だったでしょうか。必要はないですね。なぜなら朝鮮半島も日本の領土とされていましたから、同じ領土内の移動でしょ。ですからパスポートは必要あります。でも朝鮮人が乗る場合はどうなるか。パスポートではないんですけれども、警察が発行する渡航証明書というものがなければ乗れませんでした。日本人は切符さえあれば乗れたんですね。旅券も必要ない、何にも必要ない、切符さえ買えばフリーで乗れました。ところが朝鮮人が、向こうから日本にやってくる場合、それから日本から向こうに帰る場合、まあどちらもそうなんですけれども、それからまあ若干時期によっても違いがあるんですけれども、連絡船に乗るときには渡航証明書というものがないと乗れなかった。なぜそんなことになったかというとですね、朝鮮半島から人が日本の中にどんどんやってくるということを日本側はコントロールしたかった。戦争の時期の強制連行ですね、の時期にはどんどんやっぱり来てもいいと、まあ、ここもちょっと実はいろいろややこしい問題があるんですけども、まあ、日本の方が労働力不足ですから、来てもらってもいいかもしれませんけども、それ以前は例えば世界恐慌の時なんか日本の中でも失業者が増えたわけでしょ。でそこにさらに朝鮮人の労働者がやってくるとなると、ますます失業問題が深刻になる。日本の社会の中で、失業問題が、深刻になると、日本社会がそもそも不安定になる。それからその日本人と朝鮮人との間で、関東大震災の時の虐殺のような衝突事件なども起こりかねない、社会を不安定にする。ですから自由にやってくるということをできるだけ制限をしてコントロールする、そういう仕組みとして渡航証明書というシステムを作った。1920年代の後半から、これは1945年まで続きました。でところがこれ実物を見るとですね、変なものなんですね。渡航証明書って言いますから、なんか、きちんとした用紙にですね、ハンコが押されて、警察署が発行するものでありましたが、警察署長のハンコをしたちゃんとした決まり切った用紙があるかっていうとですね、なかったんです。どうしたかというと、戸籍謄本あるいは戸籍証本、その人のね、を、
役所でもらって、で警察に行って、日本にこれこれ用事があります、これこれもう働き口が決まっていますというふうなことを説明して、ようやく警察署長の判子を戸籍謄本に押してやる。それをもって連絡船に乗るという不思議なシステムなんですね。でこれはなぜかというと、渡航証明書に関しては法令っていうか法律がなかった、法律で決めたものじゃないんです。警察の内部規定で決めているものなんですね。で法律でなぜ決めなかったかというとですね、これは、日本人と朝鮮人との区別っていうか差別ですよね。まあ、それ差別の、構造というのが厳然として、あったわけですけれども、そういうことを新たに作る法律でですね、明確にしてしまうようなことはやっぱりやりにくかった。そもそも日本人と朝鮮人は一子同人、同じ天皇の席氏だ、ね、同じ天皇の、元にいる帝国臣民だ、だから同化しろって言ってたわけでしょ、日本語を覚えろって言ってたわけですから、形式的であれ差別を、明確に表すような法律は作りにくかった。でそれでその、渡航証明書っていうものは法律なしに警察の内部規定であっていた。だから多分私はそうだったからということになると思うんですけども、なんか変な、証明書が発行されている。でもそれがないと連絡船に乗る往来ができない。これは明らかに差別であるわけですね。だって例えば日本にやってきた人たちがですね、故郷に家族を残している、その家族、例えばお父さんが亡くなった、葬式に行かないといけない、急に行こうと思っても手続き、警察に行って手続きしないといけないんですね。非常に面倒な、それからお金も必要だし、まあ朝鮮人の、なんていうか自由な往来を制限する仕組みであったんですね。それでですね、ここにちょっと上に書いておりますけども、差別の構造を支えるものは何だったのかという問題です。それはですね、戸籍。ここにおられる方、ご自分の戸籍っていうのをご覧になったことありますかね。年配の方は多分ほとんど見ておられるでしょうけど、最近若い学生に聞いても自分の戸籍なんて見ない。住民票の写しでも間に合いますから、戸籍は見ないんですが、戦前は住民票というものがありませんでした。何か証明をする際には戸籍謄本なり戸籍証本を取るということで、そういうやり方をしていたわけですが、その、身分を表す戸籍ですね、において日本人と朝鮮人で違いがあったということが差別の構造を支えていた。どういうものかというとですね、日本でも、それから植民地時代の朝鮮でも戸籍は作られておりました。どちらにおいて、ところが日本では戸籍法という法律でそれが作られました。それから朝鮮では朝鮮戸籍令という法令ですね、まあ、法律に変わるものですが、それに基づいて朝鮮人の戸籍が作られました。若干戸籍の様式にも違いがあります。法律も違う。
で、日本に本籍を置く人、それから朝鮮に本籍を置く人のですね、で、戸籍に今言ったような違いがある。それからその間の移動、日本から朝鮮に移る、それから逆の場合ですね、戸籍というか本籍地を移動するということが原則として禁止されていました。お分かりです？皆さん本籍地というのがありますよね。長野県だったら長野県がありますよね。でこの長野県の人が朝鮮半島に行って、例えばそこで10年ぐらい暮らしている、もう本籍を朝鮮に移した方がいい、もう便利だ、ね、いちいち証明を取るのに、ね、本籍地のところに手紙を書いて送ってもらうっていうの面倒だから、自分の住んでいるところに本籍地を移そうと考えても、まあ、自然なことですよね。でもそれは禁止されていました。なぜ禁止されていたかというとですね、日本人が朝鮮にあるいは台湾に戸籍を移すことは徴兵制との関連で禁止されている。徴兵制は、戦争末期までは日本人というか日本に戸籍を帯びている者に対して適用されています。徴兵制度が、朝鮮人や、台湾人に適用されたのは、1944年あるいは45年の戦争末期。でもそれまで日本人は、男であれば、まあ、全て徴兵の対象でしたね。兵役の対象です。でその対象になるのは日本に本籍があるものということ。でそしたら徴兵逃れのために朝鮮に本籍地を移しちゃうと徴兵逃れができます。そうなりますよね。明治の中頃ぐらいまで北海道には徴兵制は適用されていなかったんですね。実は明治の 何年だったか忘れましたけども、多分明治の半ばまで北海道に本籍を移したら兵役逃れができたんですね。夏目漱石がそれをしたというふうに私は聞いているんですけども、兵役逃れができる仕組みっていうのは戦前日本には、明治の時期にはあったんですが、そんなことをしたのでも困るということで兵役逃れできない。で朝鮮や台湾に本籍を移すことができるようにしたら、そういうふうにしたい人いっぱい出てきますよね。当然です。ですから日本人は、朝鮮や台湾に本籍を移すことができない。だから逆に朝鮮人が今言ったように日本にやってきて10年20年住む、もうこっちに本籍を移したいと思っても、これも禁止されました。でそれが なぜ禁止されるかというと、日本に戸籍を移すと日本人扱いということになる、ね、で日本人扱いになるとさっき言ったように給料も上がる、待遇も違ってくる。でもそんなことをしていたら、多くの朝鮮人がそういうふうにすることになる、なりかねませんよね。そうなると、支配秩序が乱れることになる。で日本としてはそれも防ぎ、だから日本の戸籍と朝鮮の戸籍との間の移動を原則として禁止をしていました。例外があります。結婚です。当然日本人と朝鮮人との間で、結婚ということが生じます。あるいは、養子縁組ですね、というものがあります。その場合には戸籍の移動は認められました。結婚の場合は、男性女性が男性の戸籍に入るということですね。それはお分かりですね。戦前の、日本の民法に基づいているわけですが、まあ、そういう例外を除いて戸籍の移動をさせないという
ということが、厳密に行われている、非常に厳密に行われていたんですね。これはでそれによって日本人と朝鮮人には区別を設けるという。でその仕組みはずっと変わりませんでした。ちょっと戦争動員のところに今の関連付けて話をしますと、先ほども言いました徴用の、ね、だけをちょっと取り上げてみてもいいですか。日本政府は同じ国民徴用令に基づいて動員したものだから、日本人と朝鮮人では待遇など違いはなかったんだと言っているわけですね。だけども動員された、どこに動員されたかっていうのを考えてみますと、まあ、あまりここで詳しく説明しなくても多分皆さんもご承知ですよね。朝鮮人の多くは炭鉱や鉱山、あるいは土木工事、そういうところに動員されました。で日本人の徴用先というのは軍需工場が多かった。で武器を作ったりその他のものを作る軍需工場で、軍需工場は実は危険なんですよ。空襲受けます。戦争末期になると空襲を受けますから、軍需工場は実は危険なんですけれども、まあでも仕事の条件としてはね、炭鉱などと全く違うわけですね。大まかにそういう日本人の動員先と朝鮮人の動員先で違いがあったということはご承知の通りですね。なんでそんなでも区別をつけることができたんでしょう。この人は朝鮮人だから炭鉱、この人は日本人だから軍需工場、戸籍の違いですね。本籍地がどこかによって区別をしていた。ですから同じ国民徴用令に基づいて動員したと言いながら、そこにはやっぱり差別があるわけです。同じようにね、同じように本当に徴用しているんだったら、日本人もたくさんもっと炭鉱で働いていてもよかったでしょう。もちろんもともとそこでね働いている日本人の労働者ももちろんいたわけ、いなかったわけじゃないんですけども、ね、戦争の時期に日本人ももっと炭鉱や他の鉱山に動員されてもよかった。でもそういうことではなかった。それからですね、創始解明のことにもちょっとだけ触れたいと思います。私の書いた本を読んでいただければとは思うんですけども、創始解明というのは、ここにおられる方、一度聞かれたことがあると思います。あるいはまあ昔の教科書はどうでしたかね。最近の、中学校や高等学校の歴史の教科書には創始解明という言葉が出てきます。でその時には同化政策の、まあ、典型といいますかね、として、朝鮮人に日本人風の名前を名乗らせる政策であったというふうに説明されています。でそのこと自体は別に間違いではありません。一面では正しい。でももう一つの側面を見ておく必要があるというふうに私は思います。でそれは創始解明においても差別あるいは区別の面ですね。それが現れていた。朝鮮人に全く日本人と同じような名前を付けさせる
政策であったかどうかというと、実はそうではなかったんですね。どういうことかって言いますとですね、創始解明というのは4文字ですね。4文字熟語で、皆さん4文字で覚えておられる。創始解明、教科書にもそうなんです。でも実は創始と解明は違うものです。別物です。別物っていうと不思議、ちょっと言い方おかしいですけれども、創始っていうのは漢字、この漢字を見ていただいたらお分かりかと思いますけれども、死を作る、氏、死を作るというですね、創始っていう、死というものを新たに作るというのが創始です。それから解明の方は名、名前ですね。それ下の名前です。名字じゃなくて下の名前、それを改めるということですね。で、解明の方は、まあ、考えていただければお分かりになるかと思いますけども、創始のことはちょっと説明しないといけない。創始っていうのは一体何なのかということです。で、日本人の名字と朝鮮人の名字は違いがあるんですね。いいですかね、どういう違いがあるんですか。先生、女性、女の人、女の人は結婚した時にね、そのまま変わらない、はいはい、女性が結婚しても姓、姓というか名字変わらない。日本の場合は、まあ、多分 98% ぐらいですかね、女性が一方的に変わっちゃいますね。男が変えてもいいんですよ、法律上はいいですか。女性が変えるのは別に義務じゃない。でも結婚したら夫婦は同じ名字を名乗るということが決められています。法律で決められています。それが氏です、夫人です。ですからそれは家の名称、戸籍に登録されている人たちはみんな同じ名字を名乗るっていうのが日本の戸籍のあり方です、ね、でそれはだから家の名称です。ところが朝鮮の戸籍は一つの戸籍に異なる名字を持つ人が何人も入っているんです。で、最近は韓国で戸籍制度が変わりましたので、ちょっとそういうふうには言えないわけですし、それから共和国の方は戸籍がありませんね。公民証というふうに、まあ、個人登録に、韓国 も今個人、原則個人登録になっていますし、共和国の方も個人登録ですから、ちょっともう戸籍とは言いにくいんですが、昔の戸籍を見るとですね、どんな状態かというとですね、戸主がいますよね。ね、戸主、まあ、男の人。奥さんは名字が違う、大体たまに同じ名字、金さん同士っていうのはいるんですけども、これはほとんど例外です。奥さんが違う、それから戸主のお母さんがまだ存命だといった場合に、例えば戸主が金としますよね。この金という名字はお父さんから継いでいるわけね、お母さんは B さんです。違うわ。で、この、まあ、お父さんはもう亡くなったから本人が戸主になる。でもまだお母さんは存命だといった場合には、そのお母さんの名字は B さん。それから結婚相手が、牧さん、マクさん。それから子供ができた。子供も金何々。ね、でその子供がさらに結婚した、同じ戸籍にまだ入ってるんです、何にしよう何がいいか、ね、まあ文さんにしましょうか、という女性と結婚した、その女性も同じ戸籍になる。そうした一つの戸籍に異なる
名字を持つ人が4人も5人も入っているわけです。でこれは日本の家の名称である氏とは全く違う考え方に基づいています。姓という、姓っていうのは生命の姓ですね、ですがこれは、お父さんの姓を子供は継いで、それが一生変わらないというのが姓のあり方です。朝鮮人の名字は一生変わらない。まあそういうふうになったのはいつからかって言われると、まあこれは難しいんですが、高麗時代の終わりぐらいですね、14、15世紀ぐらいからだと思われます、まあまあ、700年ほど続いている、まあ、慣習ですね、法律にも定められたものなんですけども、そういう仕組みであるんですね。ですから家の在り方というものが日本と違っていたんですね。日本では家というものが大事にされている。ところが朝鮮ではもちろん家もあるんですけども、それよりも父親の系統につながる親族の集団、同じ名字を持っている父親の系統の親族の集団、族譜っていう家系図のことはちょっと聞かれたことありますよね。族譜に書かれているのも全て父親の系統の親戚だけです。母親の方のことは書かれない。最近の族はまた違ってきていますけども、昔の族はそういうものでした。ですからその家族やあるいは親族の在り方というものが日本とは違っていたんですね。で日本の、まあ、家族制度そのものも明治時代に、天皇制の国家体制を築いていくときに、まあ実は日本でも作られた面が強いんですね。明治民法によって。でまあ、絶対的にその日本の何、て言いますかね、家族制度の在り方っていうのは結局は それぞれの家というものが、まあ、一応バラバラにあってですね、それが天皇と直接つながっている。で天皇のもとに全ての臣民というものが存在をしている。中間的な存在というものはまあ一応無視、実際にはいろいろ存在するわけですけども、そういうものは一応、イデオロギー的にはなくして、ね、イエスというものと天皇というもの、家の中のしかも家長ですね、というものと天皇というものが直接つながるような、まあ、イデオロギーですね、を築いたわけです。でそれこそが、戦前の日本の天皇制国家の社会的基盤となったわけですね。で先ほど言いましたが、天皇制のイデオロギーを朝鮮に持ち込もうとしたら邪魔になったのが朝鮮の親族の在り方。朝鮮の親族というのは結構日本の家よりもずっと規模が大きい。でそこに所属している人の、まあ、貴族意識、あるいはアイデンティティですね、ということを考えてみますと、国家とかあるいはまあ天皇の方には向かわない、その集団に向かうわけですね、貴族意識が。でそうなるとその人に天皇への忠誠心を要求しても、ね、受け入れられない、忠誠心を持たせることができない。で日本は日本の支配当局は、そういう問題に気がついて、朝鮮にも日本的な家制度を持ち込もうとしたんですね。でこれは、1920年代ぐらいからやろうとしていたんですけども、なかなかできなかったんですね。で結局1940年、戦争、まあ、日中戦争の
さなかですね、朝鮮民事令という、まあ、民法にあたるものを改正して、朝鮮にも日本的な家というものを作る。でそれの現れが氏氏だということ、家に名称を付けさせる、氏を作らせる、それが宗氏ですから、宗氏というのは全ての家にさせた、これは全くの強制です。いいですか。そんなね、自分の家はちゃんと立派な、ね、金という姓があるんだから、別に改めてなんか変な日本的な氏を、つけたくないと言ってもそれ拒否できなかった。例えば金さんが金だというふうにしたとかいうのはよく聞かれるかと思いますけども、そういうものを届けなくても自動的に戸主の姓が、例えば金という姓だったのが、そのまま氏としての金に読み替えられた。読み替えられたらどういうことが起こるかというとですね、先ほど言いましたが、お母さんは何て言ったっけ、リーさんやった。それから奥さんは牧さん、パクさんが言いましたが、全員金になるわけ。戸主と同じ名字を全員が持たないといけないということになるわけですから、その人が届け出ようが関係ない、届け出ようが出まいが関係ない、もう強制的に氏というものをつけさせられる、それが宗氏ということ。でところが問題はですね、あるいは区別の問題なんですが、改名は義務ではありませんでした。宗氏改名全部義務だと、義務というか強制されたというふうに、考えておられる方が多いかと思うんですが、実は改名の方は義務ではありませんでした。これは、個人が届け出をして、今はもうそうですよね、我々が名前を変えようと思ったら家庭裁判所に申請をして、そこで認められなければ変えられないんですね。でそれと同じで、この時もそうです。裁判所に申請をして、そこで認めてもらって、その書類を、役場に持って行って、届け出るということでした。だから手続きが面倒、お金も手数料も必要です。だから改名というのをした人は 10% にとどまりました。いいですかね。宗氏はこれ 100% です。まあ、日本的なね、2文字で作られた、新しい名字を届け出たのは家の単位ですけれども、80% が届け出て、残りの2割 20% は届け出なかったんですが、それでも先ほど説明したように 100% 宗氏はした、氏は作られた、これはもう法律で決まっているわけです。ところが改名は 10% にとどまった。でそうしたらどんなことが起こるかというと、上の名字は日本的だけど下の名前はどう考えても、ね、朝鮮的な名前が残る。ですから強制連行された労働者の名簿とか、あるいは朝鮮人兵士ですね、徴兵された人たちの名簿を見ても、上は二文字で日本的なものもある、まあ、もちろん金だとかもいっぱいある。でも下だけ見ると日本人とはどうも思えない名前がずらっと並んでいるわけですね。ですから宗氏改名というのは変な、本当に変な、政策であってですね、なんていうか形だけ日本人にしよう、でも実質は差別しようというふうな政策である。
というふうに私は、捉えています。あくまでその、差別区別ですね、に基づくその植民地支配の秩序というものは維持する、そういう前提に立って行われたのが創始解明でありましたから、創始解明によって、ね、名前も全て日本人と同じようになったというふうには実は言えない。それから戦時動員の問題に移ります。時間が始まりました。戦時動員のことなんですが、先ほどから徴用工という話をしていますが、この世界遺産をめぐる議論で、徴用工というのに問題が絞られていることも私はおかしいと思っているんですね。徴用というのは確か日本政府の説明、安倍氏の下のところにありますが、朝鮮人国民徴用令というのが朝鮮人に適用されたのは1944年から45年のこと、お戦争の最末期。じゃあそれ以前の以前にも動員たくさん動員されてるわけですよね。そのことは無視して、ね、徴用のところだけ論じる、これ変なことです。おかしい。でどういうことかというとですね、ちょっと私が書いたのを取っておいたんですが、4ページですね。強制連行、強制労働、ちょっと薄くて読みにくいんですけども、労務動員の3形態という形で、整理をしています。で、朝鮮人の労務動員、やや集団移入、とされるものはですね、1939年から始まっておりました。最初は募集という形式、会社が労働者を募集する、これは形式ですよ、あくまで。それが2番目が1942年から始まったのが官斡旋。官斡旋っていうのは官庁が、役所が労働者を会社に斡旋する、官斡旋。それから44年から始まったのが徴用。だいたいこの3つの段階あるいは形式によってなされたというふうに考えられているわけですね。でそしたらこの世界遺産の問題で最後のところだけ取り上げて論じられている。まあ、そもそもそれがおかしいですね。徴用は、これは日本人に対しても強制でした。いいですかね。徴用というのは徴兵と同じように、それを忌避したら、拒否したら処罰されるわけですから、日本人にとっても強制です。朝鮮人にとってももちろん強制です。で徴用のところだけ取ったら強制だ、でも日本人も同じように強制だから、結局も同じだということになりかねない。そうですよね。まあもちろん先ほど言いましたように動員先が違っているとかいろんな問題があるので、徴用でも大きな違いだったわけですけれども、まあ、でも徴用というふうに言うとですね、今のような考え方も、出てくることになります。だけども募集、1939年から始まった募集や、あるいはその後の官斡旋、の時代もですね、形式はそのようなものであったにしても、強制的に動員が行われ、そして労務管理などに関しても強制力が働いていたということを見落としてはならないわけですね。募集にしても官斡旋にしても、日本政府が立てた労働力の動員計画というものがありまして、
朝鮮からどれだけの何万人の労働者を日本に連れてくる、持ってくるんだという計画が立てられる。でその数を満たすためにはどうしても強制力が働いたんですね。だってそんな日本に行って、そんな知らないところに行って、ね働こうという人が、どれだけいたのか。もちろん自由な形でですよ、自分の意思で日本にやってきて、でそこで、自分の好きなところで働けるということであれば、ね来た人はたくさんいるでしょうけれども、もう動員先も決まっている、ね、観光や鉱山そういうようなところに動員されるわけですから、行きたくないという人がいたのは当然ですよね。それからそこのそういうところの労働条件がいかにひどいか、事故も多いかということが伝わってくるわけです。でそうなので行こうという人がどんどん少なくなる。で数を満たすためには強制力を、強制的にですね、労働者を集めていく。まあ、もちろんその炭鉱で働いていたところに、襲ってですね、トラックに、乗せたんだというふうな極端な例というものは私はそんなに多くはないというふうに思います。むしろ警察署であるとか役場ですね、などを通じて労働者を集めるというやり方、まあ当時においては、警察ですよね、警察の権限というのは非常に強かった、そういう行政力、警察力というものを使って、労働者を集める。それから緩和線ですね、役所が、労働者を斡旋するということ。でそれらについてはですね、実は当時の資料でももうこれは強制的にやっているんだということを認めています。その4ページの下の方ですね、下のところでですね、ちょっとこれも見にくくて申し訳ないんですが、強制動員の認識というふうに書いているところがありますね。でそれの3行目ぐらいに田中武雄政務総監はというのがありますね。田中武雄っていうのは、政務総監っていうのは朝鮮総督の次に位置づけられていた、役人であります。が朝鮮での知事会議で、話をしていることなんですけども、官庁斡旋、つまり官斡旋ですね、労務供給の実情を検討するに、労務に応ずべき者の死亡の有無を無視して安全、各行政機関に教室数を割り当て、各行政機関もまた外して強制、教室をあえてし、うんぬんというふうに述べているわけですね。官斡旋というやり方の時にもうすでに強制的に労働者を供出している、そういうやり方をとっているということ。それからその2行ほど後ですけれども、ほぼ同じ時期にですね、内務省の職員が朝鮮に行って、そこで社会の状況などを視察してから、帰ってから書いた報告書がある。でそれを見ますと、44年です。徴用が始まった時ですが、徴用は別としてその他いかなる方式によるも出動、動員のことですが、全く拉致同様な状態である。労働者の動員というのは拉致同様だ、先ほど言いましたように暗号で働いていたところを連れていくというのに近いやり方、全てがそうだったとは私は考えていませんけれども、もうそういうことが頻繁に行われているということを内務省の職員も認めていたんですね。で動員のやり方はそういうことです。それから動員された先でじゃあどうだったのかということなんですが、5ページの資料を見ていただけますか。
ちょっと、難しい資料なんですが、1942年にですね、厚生省の勤労局長、生活局長が、まあ、地方長官ですか、同知事ですね、などに当てた、あるいは鉱山監督局長ですとかに当てた、通帳があります。出動労務者訓練含む心得準則、なんかちょっと分かりにくいですが、出動労働者というのは朝鮮人労働者のことです。朝鮮人労働者を、まあ訓練する、あるいは含む、まあ、これ労働させるという、その時の扱い方ですね、を定めている。これを見本にして、それぞれの、事業所ですね、鉱山とか、工場で、こういう規則を定めなさいということを政府機関が指示を出している。でそれによるとですね、いくつかここで注目することがあるんですが、 2番目ちょっと途中これ省略していますけれども、第12条13条14条あたりですね、を見ていただければと思いますが、第12条は外来者との面会または外部との電話は指導職員の許可を取ることを要する。面会は許可がないとできない、まあ、特にその指導職員ですね、電話もそう。13条所管の往復、これも指導職員のを経てですか、まあ、許可がないとこれもできないわけですね。だから自由にね、ここで、どこかの工場で働いているとしても自由に、ね、外部と連絡を取ったりするということができない状態にされています。まあ、朝鮮人労働者は本当にその、宿舎にですね、閉じ込められて外出が全くできなかった、その宿舎の周りには柵も作られていたんだというような話があります。でも全ての宿舎に そんなふうな策があったわけでは実はないわけですね。それでも ここに書かれているように外部との接触ですね、はなるべく制限をする。外部と接触したらどんなことが起こるかというと逃亡する。仕事がきついから、ね、逃走してしまう。防ぐために面会も制限するということです。それから特に重要なのが第14条、労務者は貯蓄報告の実を上げるため云々ということなんですが、貯金せよということです、ね、でその貯金通帳は当工場事業場において保管するものとするとなんです。労働者に貯金をさせる、しかもその貯金通帳は本人に持たさない。本人に持たせたらそれを持って逃亡してしまうから。そういうやり方をしなさいということを政府機関が指示を出しているわけです。日本人の労働者とは違う扱いなんです、ね、これは明らかに朝鮮人労働者の扱い方を指示しているわけ。日本政府が言っているような、ね、なんだっけ、制度上は賃金も労働条件も同じだと。という嘘っぱちです。政府自身がこういう指示を出しているというのを証拠として残っているわけですよね。そのことを無視して、日本政府のようなことを言うのは全くおかしい。植民支配の結果というのは、またこれも話していたからですので、ちょっと簡単に申し上げますと、日本の植民支配によって朝鮮社会は大きく変わりました。日本人が支配者として存在をしていたわけですし、それから日本に協力するような地主とか、企業家ですね、朝鮮人の地主
などが、まあ、中止配送として、まあ、存在することになるわけですね。で、日本の植民支配の時期にですね、例えば農地所有の、小作地がどのぐらいであったのかという、あるいは小作農がどれくらいいたのかというふうなことを、その統計を見ますと、朝鮮では小作農がずっと増え続けます。戦前の日本は、ね、この辺りでもそうだったと思いますけども、地主が土地を支配していて、でそれを、小作農が借りて耕しているという状態でしたね。だけども日本の場合は1920年代をピークにして小作農の比率は下がっていきます。農民運動が盛んになったりしたということもあるんですね。長野県でもそうだったと思います。まあでも長野県は全体的に農地が少なかったために多くの人たちが、満州に開拓団ですね、として出ていかざるを得なかったという歴史があるわけですが、まあ、それでも日本の場合は、戦前からですね、1920年代から小作農の比率はだんだん減っていってるんですね。でそれが戦後の農地改革に実は結びつきます。でところが植民地では小作農は増え続けるんです。ということは地主と小作農 の間の格差がどんどん拡大していったという。なぜ、日本では小作農が減っているのに朝鮮では増え続けたのか、まあ、これもいろいろ理由があるでしょうけど、まあ、それは省略しますけども、まあ、簡単に言えば日本の植民支配の結果だというふうに思います。で結局それは社会の両極化をもたらすことになる。でこの社会の両極化、という問題が実は戦後の南北の分断に結びつくものであったというふうに、私は考えています。まあ、戦後の話をするというまたこれもややこしい国際情勢にも関わることなんですけれども、まあ、一応、朝鮮半島南北に分断をされて、北では、社会主義の国家ですね。で南では、まあ、資本主義の国家ということになったわけですが、そういう分断体制を、固定する方向に、この社会の両極化ということが大きく作用しているわけですね。結局両極化の中で金持ちになった人たちというのは、まあ、自分の財産とか身を守るために南にやっていく、北にいた人たちも南にやっていく。それから南の地域は実は小作農などが非常に多かったので、非常に激しい農民運動が戦後起こったんですが、それが左翼運動だとして弾圧されて、でその指導者っていうかそこで活動していた人たちが北に移ることになります。結局植民地時代の両極化というのは朝鮮半島全体で、あちこちでもちろん全ての地域にわたってそれが起こっていたわけなんですが、それが戦後は実は南北の、なんて言いますかね、違いというものと結びついて、しまうということが、あったというふうに私は考えています。それから植民支配がもたらしたもう一つの結果は何かというと、社会的な流動化が激しくなります。人口が国外ですね、日本やあるいは中国にも多くの人が、流出をしました。でまあ、その重要な一環、一部が、まあ、現在の在日朝鮮人に結びつくということです。ですから、日本の植民支配の問題と、まあ、現在も日本に多くの朝鮮人が住む、あるいは中国にも
まあ、中国の場合は朝鮮族というふうに言っていますけれど、南住んでいるという状況、状態というのは、これは非常に結びつく、関係の深いものであったんですね。まあ、そういうことも含めて植民支配が、どういうものであったのか、そして何をもたらしたのかということを認識しておかなければならないというふうに思います。で最後ですけども、まあ、そういうちょっといろんな、今日も私が、お話したのでいろんなことを盛り込みすぎたかもしれません。でももうちょっと、いつでもこんなこと考えてられませんから、もう少し絞って、例えばこういうことがありますよということで申し上げたいのは、まあ、地域社会の中での、朝鮮問題、あるいはアジア、その関係の問題ですね。これは申し上げるまでもなく、長野県は松代の大本営ですね、都市化工事のことがあります。それからもう一つ、まあ、これはもうお話、私からお話しませんが、もう一つ私がお話ししておきたいのは、この長野県から生まれた人で非常に重要な人、朝鮮問題に関わって日本の朝鮮侵略の本質を捉えてそれを批判した人が明治の終わりです。韓国併合の前にいた木下直江という人です。木下直江の名前ご存知の方、ちょっと手を挙げていただけますか。やっぱり多いですね。で、この近くですかね、歴史の向こうが歴史の何ですか、公園、歴史の里のすぐ近くですけど、そこに行きますと木下直江の生家が保存されているので、ご覧になった方もあるかと思いますが、実はこの木下直江という人は朝鮮問題において非常に重要な人なんですね。まあ普通選挙運動を始めたり、それから平民社ですね、明治期の社会主義運動に参加したり、まあ、後には宗教的活動をすることになりますけれども、日露戦争から韓国併合までの時期、木下直江が書いた文章で朝鮮問題に触れた文章が何編かあります。そのうち最も、まあ、重要と思われるのが、まあ、日露戦争の時期ですね、平民新聞に書いた敬愛なる朝鮮というのがあります。まあ、これは今日は引用しませんが、江徳秋水ですね、が、反戦論を展開したというのはもう教科書にも載っていることなんですけども、木下直江も非常に激しい反戦論を唱えました。でそれと並んで、日本による朝鮮侵略にも反対する言論活動をしたという点で、木下直江はやはり記憶されるべき人物だと思います。でちょっとだけ短いものだけ、今日は紹介します。6ページ、6ページに、これ国家の目的という短い文章、新生活という、まあ、社会主義系の、これも新聞形態かな、のものに書いているものなんですけれども、ちょっとだけ読んでみますね。戦争の実態がだんだん明白になってきた。まあ、これは日露戦争の後のことを言っていると思いますが、政府は韓国白色法案を出して議会の協賛を取るはずだ。これは後に東洋白色株式会社という名前に変わって、つまり日本が朝鮮で農業をする、でそこに日本人の移民を送り出すという、そういう会社なんですね。でこういうものを、議会に提出しようとしている。これは実は政府はこれに何十万か何百万を補給し、円ですよ、お金補給金を
出して軍備を後ろ盾にして、忌憚なくはばかることなくですね、忌憚なく朝鮮を蹂躙することに、ね、軍隊で日露戦争の時に朝鮮を蹂躙したということが前提なんですが、ここに来て拓殖会社という名称で朝鮮を蹂躙しようとしているということです。次の段落ですが、日本が朝鮮の独立を戦争の理由に言い立てたことがほんの名目に過ぎなかったと言ってるんですね。日清戦争や日露戦争の時に 名目として、ね、朝鮮の独立を日本は唱えていた。でもそれをほんの名目に過ぎなかったということが、まあ、いよいよ明白になってきたんだということを言って、でも大部ともしても最後の左の上の後ろから6行目です。韓国拓殖とは何だ。朝鮮の農人、まあ、農民を追い払って日本の貧民を移すこと、しかして、その利得を資本家に配当すること、これが戦争の赤裸々の目的だというふうに言っているんですね。日露戦争の時に日本は朝鮮を侵略したということも木下直江は批判をしていました。先ほど言いました敬愛なる朝鮮という文章の中ではそれを言っています。でここで拓殖会社だったら開発するんだからいいじゃないかってみんな思うんですよ ね。朝鮮で土地が余ってるからそれを開発してやってるんだからいいことじゃないかっていうふうにみんな思っているかもしれませんが、実はそうではない。それこそが朝鮮を蹂躙することで、朝鮮の農民を追い立てて、そこに日本人を移すことだ。それが侵略だ。ということを木下は鋭く批判、見抜いて、批判をしていく。これが松本出身の人です。ですから皆さんぜひとも、まあ、ここには松本以外の方もおられるかもしれませんけれども、そういうその地元と、この地域社会と、朝鮮や、まあ、さらにアジア諸国とのつながりですね、ということにも、ぜひとも目を向けて、まあ、目を向けながら歴史の、まあ、真実を、考えていっていただければというふうに思っております。ちょっと長くなってしまいましたが、以上で私の話を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。